こんにちは、アキラです。今回は、タイトルにもある通りフィリピンセブ島のローカルなストリートバスケに参加してみました。その様子を動画で収めたので、紹介していこうと思います。前回はですね、バスで片道5時間かけて南の方のオスロブに行って、日帰りで戻ってきて夜8時にこのバスケコートに戻ってきたところから動画始まります。それではどうぞ。オスロブからバスで帰ってきて8時ぐらいにこのバスケコートにですね、朝訪れた場所に戻ってこれました。で、戻ってきたらもう試合は始まってたんですけど、多分7時ぐらいからなんか練習とかし始めるみたいなことを聞いてたんで、試合始まるぐらいにちょうど帰ってこれたかなってところですね。で、動画のところで青い、パンツをズボンを履いてる男の子がいるんですけど、上半身はあれですね、服着てなくて、でこの子に朝会って、であとその子のお父さんも朝会って、でそのお父さんに今日の夜、ここでバスケがあるからぜひおいでよってことで誘われたという流れですね。でこの男の子、お父さんもそうなんですけど、すごいいい人たちで、愛想ももちろんいいですけど、普通にもう親切って感じでしたね。一回試合が2クォーターぐらい終わったら、もう子供たちにすんごい囲まれて、で、あと地元の人とかだからホテルどことか、何日ぐらい滞在してるのとかね、本当興味のある簡単な会話とかして、セブ島でね、何したかって言ったらリゾートホテルでただのんびりしてバスでオスロブに行っただけだから、大した話はねできなかったのが、現地の人にはちょっとね申し訳ないけど、なんかそんな感じ、たわいのない話をしたりしてました。でこのバスケのチーム構成とかなんですけど、主にこのセブシティの周辺で、通ってる大学生、専門学生です。ユニバーシティってよりはカレッジの方の、学生らしいですね。でその人たちの、バスケの、サークルとか入ってる人たちがここでよく、ほぼ毎日バスケしてるということです。で、片方のチームは上半身服を着て、片方のチームは服を着ないっていう、カラーで分けるんじゃなくて服のユームでチーム分けてる感じでプレーしました。でここからですね、試合呼ばれてプレーしてみないかってことで、で僕もねもうプレーする気満々の服装で行ってたんでね参加させてもらいました。30分、いや1時間ぐらいしてたかもしれないですね。ただただ結果的にはもう疲れたっていう感想なんですけど、もちろん楽しかったです。で地元の人の良識ある若い女性の方にスマホを出してビデオを撮ってもらいました。しばらくこのまま流しておくので見てみてください。試合やってて思ったのはですね、チームの分け方が服着てる着てないなんで、誰がチームメイトかマジで分かんないんですよ。普通に相手チームが
俺にパスくれって言って出したら普通に相手チームにパス出してたりとか、なんかそこでターンオーバーするみたいなことが3回ぐらい最初ありましたね。で挙動不審になって誰にもパス出せないみたいなそっちの方が都合いいから自分で攻めるみたいなことをしましたね。でまあ大体チームがこう誰が誰か分かってくるとそこパスとか出してチームプレーするんですけど、それはそれでね味方の、フィリピン人がもっと攻めていいんだぞって謎に注意されたりしてね、もっとポジティブに本気で攻めていいぞって言われて攻めたりしたけど、なかなかシュートがね入れなくて、ミドルレンジシュートは一本も決まらなかったんですけど、まあゴール下とかリバウンドとかも頑張って決めました。Let me see. Let me see. Hi. What's your name? Minyo. Minyo. Nice to meet you. Minyo. 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 こんにちは。Please let me watch the game. We met today's morning. どう こんにちは。
ていう感じにですね、もうカオスな会話がずっと続いてて、正直自分でも何話したか全然覚えてないですけど、まあとにかく子供たちがね可愛くて無邪気な感じがね面白くて楽しかったですね。私の名前、僕の名前、この子のなんていう名前なんだけど呼んでみてとかね、あの僕がフィリピンの名前を言うみたいな反応をね、あの聞いたりするの面白がってました。でお水をタダでくれたんですよね。これあの袋の水なんですけど、あのこの水をどうやって飲むか全然知らなくて、 YouTube で何回か、まあ、こういう水で、こういう袋に入った水でね、そのあの水分補給するってことは知ってたんですけど、いざ目の前にすると開け方全然分かんなくて、でも無理やりあの歯でね引きちぎって、まあ、それが正解なんですけど、そしたらもうなんか開け方があまりにもあの不器用すぎて笑われるっていうね、いや初めての体験でね戸惑ったけど、まあまあなんとか水分補給をできたってところですね。バイバイ。Yeah, okay. Tomorrow. Tomorrow, what o'clock? 7 a.m. Oh, very good. Yeah, early time. Okay, I remember that. Thank you. See you. で、9時半ぐらいにさっきのバスケコートを出て、10時過ぎぐらいに予約していたホテルに到着した感じです。で、バスケコートからこのホテルまで、バイクタクシーで、帰りました。とにかくねバスケコートではですね、特になんかスリがあったりとか、まあ、いろんな人にね、助けてもらいながらっていうのもあって、パスポートとかそれこそスマホとか預けてあのバスケできたっていう環境がね、あの運に恵まれてたおかげで何事もなく、トラブル起こらずバスケをできたってところがとても僕的には嬉しかったところですね。まあトラブルっていうほどでもないんですけど、まあ一個気になったことがあって、この今画像に出てるお父さん、朝に会って招待してくれたお父さんなんですけど、まあ、バスケの試合が終わって、で、まあ、現地の大学生の人たち、一緒にプレーした人たちと、まあ、握手とかしたりして、で今日はありがとうねって話したんですね。で、じゃあそろそろ帰るっていうぐらいか、その前ぐらいに、まあ、さっきのお父さんがまあ、ここのバスケットコートは1時間いくらかその使用料があるから、それ払ってねって言われたんですよ。そのバスケの参加費みたいなのをまあ払ってくれってことで、で、あ、まあ、いや事前に言われてなかったけど、まあもちろんね、その現地の人のルールとかはもちろん従うつもりではあるから断れないじゃないですか、もちろん。ただそれを聞いたその大学生たちが、待ってくれって、それは俺たちが払うからいいんだぞっていう風に言うな風な言い方で、そのお父さんをなだめたわけなんですよ。なんかお父さんが僕から、お金を巻き上げようと、して適当な言い訳をしていったのか、それとも本当にお金を払うべきところをその大学生の人たちがかばってくれたのか、で、ま、もで払う必要ないけど、お父さんがそういうことを言って、でそのお父さんはまあもちろん年齢が上なんで、地位的には上の人なわけじゃないですか。でその人をこう反対しないような感じで自分たちが払うよみたいなことで、そういう金銭的なトラブルを避けようと大学生たちが対応してくれたのか、ちょっと真意がねとても謎なんですけど、まあまあその誘ってくれたお父さんのその意図がとてもね
未だに理解できないというか、どういう方向に持っていきたかったのかなっていうのはちょっと今でも分かってないです、そんなことがあったんですよね。全然悪い人じゃないんですけど、だからなんかこうそういうローカルなところに行った時には何かしらのそういうトラブルになりそうなところもあるんで、これに関してはね、なんか対策するとかそういうのは難しいと思います。なので危険すぎるとこには行かないはもちろんですし、信頼できる人がそばにいることと、そういうなんか変なことになっても焦らず、お金で解決できるものだったらどっしりと構えて、対応するっていうところが言えるところかなっていうものですね。そんなことがあったっていうただの情報共有です。でバスケのコート出てからもう一個トラブルがあって、これはですね前の動画でも話したことなんですけど、バイクタクシーのうんちゃんが、道を覚えてないんですよ。ここのホテルに行きたいってね言って、さっき動画で出てきた、ベッドのあった部屋のあるホテルに帰る時に住所を教えても全然その決まった場所に連れてってくれないんですよ。でこれは別にぼったくろうとして変な場所に連れてってくれてるとかでもなくて、本当にその場所とか住所を、知らないんですね、そのバイクタクシーのうんちゃんが、下手くそなんですよ。でその上、40フィリピンペソとか言ってきたわけなんですね。で、大体相場的に20フィリピンペソぐらいだと思ってて、その距離だと。でただ夜料金だから高いのは分かるんです。でも夜料金なのにそこまで行く、そのホテルに行くまでの時間本当は10分ぐらいなのが30分ぐらいかかったんですよ。わざわざ遠くまで行ったりして。でそんな中40とか、しかもそもともと40って言ってたのが、80フィリピンペソをくれってね到着した時に言われたから、いやお前それは違うだろみたいなね言いそうになったけど、そこもめんどくさいと思って、もういや50ねっていう感じにして、中途半端な駆け引きになった感じですね。いやもっとね攻めてよかったんですけど、気まずい空気だからもう変なトラブルも引き起こしたくないしと思って50フィリピンペソ渡してホテルに帰ったってとこです。トラブルに関してはこういう話です。で動画にもあったと、子供たちのねバイバイって言って、帰るシーンのすぐ後に次の日の朝もバスケやるから来いよっていう話を言われてたんですよ。で何時って聞いたら朝7時半って言われたんですね。ちょっと早すぎないかと思って、本当はね行きたかったって言えば行きたかったんですけど、バスケの服なんか今この日に着てた1着しかないし洗濯しても間に合わないから、結果的に言えばもう行かなかったですね。キャンセルブッチしてしまったっていうところがあって、申し訳ないけども筋肉痛でねもう体もバキバキだったからもう仕方がなかったです。いけませんでした。はい、ただねバスケがね本当に楽しかったで満足しました。一緒にバスケしてくれたフィリピーノたちは本当に感謝してます。またねセブ島に行くときは必ず行きたいなっては思ってますんで、もし機会があればまた対戦よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の、動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。それではまた。